ロキシスロマイシンとは、14インカンマクロライド系、抗菌薬の一つである。ロキシスロマイシンの分子模型。黒が炭素、白が水素、青が窒素、赤が酸素を表している。ロキシスロマイシンの元化合物である、エリスロマイシンの構造。他のマクロライド系抗菌薬と同様に、ロキシスロマイシンも、細菌のリボソームに採用し、タンパク質の合成を阻害する。 ロキシスロマイシンの作用は精菌的であり、薬自体は細菌の増殖を抑えている状態で、最小発育阻止濃度を下回ると、たとえ、ロキシスロマイシンに耐性を持たない細菌であったも、再び増殖を開始するので、服用者の免疫細胞によって、細菌を死滅させる必要がある。また、最小発育阻止濃度を下回らないように、 ロキシスロマイシンを適切な容量で適切な頻度で使用する必要がある。ロキシスロマイシンは、ドウ球金属、連鎖球金属、マイコプラズマ属、ブランハメラカタラーリスなどに抗菌力を持つ。最初のマクロライド系抗菌薬として発見されたエリスロマイシンは、酸に不安定なため蛍光投与すると遺産により、速やかに分解され、その分解物が、 胃腸障害などの副作用に関与する上に分解されるために血中濃度が上昇しがたいことなどが欠点として挙げられていた。これに対してロキシスロマイシンは胃酸に対して安定なようにエリスロマイシンを化学修飾した反合成抗菌薬である。具体的にはエリスロマイシンの球位の部分のケトン元をオキシムに変換した後にアルキルハライドを作用させて ロキシスロマイシンを合成する。ロキシスロマイシンに、感受性のある細菌が引き起こした、氷材性皮膚感染症、心材性皮膚感染症、リンパ管リンパ節炎、慢性脳側症、可能性炎症を伴う腎上性座層、陰頭、喉頭炎、扁頭炎、急性気管支炎、肺炎、中耳炎、副鼻腔炎、刺繍組織炎、破管周囲炎、学炎、 エルゴタミンと併用すると、エルゴタミンの作用が増強されて、死死拒血が起こる場合があるので、併用禁忌である。試験での副作用発現率は通算で6.8%であった。主な副作用は、ALT 上昇、AST 上昇、抗酸球増多、下痢、発疹であった。なお、添付文書に記されている重大な副作用は、次の通りである。ありがとうございます。